皆さん、こんにちは。10月17日に、この世を去った国民的俳優の西田敏行さん。この衝撃的なニュースに、世間は悲しみに包まれました。そんな西田さんとの別れに際し、様々な著名人がコメントを発表していますが、その中でも元スマップの木村拓哉さんの発言が、物議を醸しているようです。最近何かと炎上しがちな木村さんですが、今度は一体どんな発言で炎上してしまっているのでしょうか。今回は西田敏行さんをめぐる木村さんの発言について、そしてこれまでの炎上についてなど調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。ロマンザ10月27日放送の木村拓哉フローに出演した木村拓哉さん、共演経験もある西田さんについて、本当にたくさんの笑顔をありがとうございました。虹の橋を渡った向こう側では、きっと好きな音楽を聴きながら大好きなお酒だったりとかを楽しんでいただきたいなと思いますね、と追悼しました。しかし、この虹の橋を渡るという表現が問題視されています。虹の橋を渡るという言葉は通常主にペットの死を表す際に婉曲表現として使われる用語で、 X 上では人間が亡くなった時に使う言葉ではありません。ましてや大先輩の恩人に向けて話すなどありえない、などと呆れ声が上がっています。現代年語の基礎知識2018などの著作があり、ペット専門誌にも携わるライターの鈴木美希氏はこう話します。この表現が日本で広まったのは20年くらい前からだと思います。ストレートに死ぬなどというのではなく、ペットが亡くなって強いペットロスを感じている飼い主の心情によく合っているので広まったようです。その背景にはペットは家族という考え方が浸透してきたことで、我が子との絆を大切にする思いや、死でさえ飼い主とペットを分かつことはできないという気持ちがあるのではないかと鈴木氏は言います。その語源について鈴木氏は、元ネタはスコットランドに住むエドナ・クライン・リーキーという女性が60年以上前に亡くなった愛犬メージャーのために書いた虹の橋という散文詩と言われています。本題は、飼い主を残して死んだペットは最後の時の痛みや苦しみは消え去り、気持ちよくて快適な虹の橋のふもとで飼い主を待っていて、飼い主の死後一緒に虹の橋を渡って天国に行くという内容ですが、それが転じてペットが死ぬことを虹の橋を渡ると表現するようになったようです。現在は犬でも猫でもペット一般に使いますが、人間に使うことは聞いたことがありませんね、とコメント。木村さんといえば、昨年旧ジャニーズ事務所の創業者である故ジャニー喜多川前社長の性加害が問題視された際、会見後自身のインスタグラムに敬礼ポーズとともに Show must go on と投稿し、大炎上していましたよね。これについてあるスポーツ紙記者は、 Show must go on とは Show は続けなければならないという意味の慣用句で、英語圏のエンターテインメント関連では広く使われています。しかしジャニー喜多川氏のモットーとしても知られていたことで大炎上、ネットニュースでも報じられました、とコメント。後に投稿は削除されましたが、2度目の会見後には愛犬と散歩する動画と自身の写真に1歩ずつ前にピース、ステイセーフ、タクヤと投稿し、再び炎上。これには X 上で、人ごと感が全然ぶれない、相変わらず空気読めないインスタ更新受ける、キムタク、インスタ向いてない、前回削除したのに全然学習してなかった、責任ある立場なのに会見なり文章ぐらい出しなさい、などのコメントが続々と上がっていました。さらに24年10月13日に横浜アリーナで行われた木村さんのソロライブツアー内では、故ジャニー喜多川氏による性加害が発覚した際、腐りかけていたと発言。この発言に対し、ネット上では声を上げた当事者の皆さんは
腐るどころか何度も心を叩き折られ、傷口をえぐられ、それでも必死で戦っているんですよ。性根が腐ってると思う。自分だけが被害者のように嘆き続ける。未だに人事としか思えない人々って人の心があるのか。理不尽とか腐りそうだったとかよく言えるね、などの非難の声が相次ぎました。他にも24年8月19日に史上最強と言われる台風10号が鹿児島県に上陸。大雨、暴風、洪水などで各地に大きな被害をもたらし、迷走しながら日本列島を縦断しそうとあって、日本中が台風の行方と被害の拡大を心配する中、木村さんも自身のインスタグラムのストーリーに自身の顔が大きく写った写真とともに、台風の動向が気になりますね、というコメントを投稿。 X ではあまりにも滑稽と言われる事態となりました。芸能ライターによると、その理由は写真です。台風の被害を心配する内容なのに、表情こそ困り顔ですが、なぜか写真は決めポーズでカメラ目線、流行の大きな眼鏡をかけ、髪型もスタイリングがバッチリです。およそ緊張感がありません。しかもモノクロ加工されているのです。自己顕示欲なのか承認欲求なのか分かりませんが、連日テレビなどで伝えられている史上最強クラス台風の緊迫感と、この投稿のテンションはあまりにかけ離れています。ファンからは本当に気になりますねと好意的なリプライもありますが、同時に批判も多いですね。ストーリー投稿の使用上、現在は閲覧できませんが、スクリーンショットされた投稿が X で拡散されていますとのこと。実際に X 上では、台風の動向が気になってる時の顔ちゃうやろ、すごいよね、 Show must go on 炎上でも、懲りないこの空気の読めなさ、あのキムタクがよくわからん、コッパモデルみたいなことしてんの悲しいよ、無神経に感じちゃうよね、など批判の声が多く上がっていました。今回炎上した西田敏行さんをめぐる発言も、確かに西田敏行さんには虹をつかむ男という出演作がありますが、発言の文脈的には関係ないようにも感じます。今回も気の利いた表現を使おうとカッコづけたあまりに、自らの無教養を露呈してしまう結果となりました。ロマンザ、現在炎上している木村さんですが、一方で番組では西田敏行さんの愛犬である八兵衛についても触れられていました。もう何年も前に旅立ってしまった八兵衛と再会し、共に虹の橋を渡ったという心温まるお話なんです。発言の切り取り方が悪いと擁護する声もあります。そもそも虹の橋を渡るという表現の元ネタとなった歌の内容は、亡くなったペットたちが食べ物や水が用意された暖かい場所で元気に遊びながら大好きな飼い主を待ち、やがてやってきた飼い主と再会し、一緒に天国へ続く虹の橋を渡っていくというものです。つまりこの歌では、ペットたちは虹のたもとで大好きな飼い主が来るのを待っているのであって、単独では虹の橋を渡らないのです。そのため木村さんの表現は、西田さんが愛犬と再会し一緒に虹の橋を渡ったという意味に取れるので、全く問題がないように思えます。ただ木村さんのこれまでの行いから批判が集まっているのでしょう。西田さんも虹の橋の歌のように大切な愛犬と再会して幸せに過ごしていることを願います。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。